雪まつり、雪あかり。こんにちは、高幸です。いつもご視聴ありがとうございます。今日は盛岡の岩手雪まつり、雪まつり、雪あかり。岩手雪あかりのイベントに来てます。毎年だとすごい大規模でやってるんですけど、今年はコロナの影響あってかなり縮小した感じになってます。で、場所的には盛岡のプラザオデっていうところの近くですねに来てます。で、今日はイオス R とシグマの 105mm、 いつものセットでこれだけで、あとは環境光を使って写真撮っていきます。ではいつものように撮影していきます。じゃあ撮影していきます。コロナの影響で少ないので、ちょっと工夫して今日は階段で撮ります。まあ、ちょうどいろいろこう前ボケするものあるので、それ使っていきます。今の設定がシャッタースピード100分の1の F1.4 で、ホワイトバランス難しいんで、まあ、自分で調整してます。まあ、ホワイトバランスが2800ケルビンでちょうどいい感じのホワイトバランスになります。で、これで撮影していきます。レンズはシグマの 105mm で EOS-R 使っています。今日は環境光だけで撮ってます。で、すごい柔らかいいい光なので、こっち見てもらうと、すごく顔の当たる光がいい感じに見えます。お、やべえ、ちょっと壊しちゃった。肘かけてたら雪崩れた。で、後ろにイルミネーションあるので、これも入れた方がすごいなんていうか冬っぽい感じに映ります。冬っぽくていいよね。よし、ちょっと前に、よいしょ、あ、一段上外した。で、灯籠だいぶ低いんで、やっぱしゃがまないとモデルさんに光がうまく当たりませんので、多分そこちょっと注意かなと思います。で、工夫次第でもっといろいろ撮れると思うんですけど、ちょっとお客さんもいっぱいいるので、まあ、迷惑にならないように今端っこでやってます。ん、目線だけちょっと、はいはい、あ、そう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 、そこでいいね。あら、美しいわ、灯籠が。後ろ多分カメラで見づらいんですけど、あのレンガの建物、今度はバックに撮っていきます。で、場所変えたんで、今設定がシャッタースピード100分の1で、絞りが 1.4 で感度3200です。で、まあホワイトバランスも4000に変えました。オープンで転ぶ転ぶ。
で近くに環境光で LED ライトとかあるので、あとは街灯ですね。街灯もあるんで、その光使ってモデルさんに今いいとこに立ってもらってるんですけど、あの位置だと顔に光だけじゃなくて影もいい感じにつくので、そこも意識しながらいろいろ撮って探してみてください。で、建物と人のバランス構図ですね、考えながら撮るともっといい写真になると思います。あと人、結構人増えてきたんで邪魔にならないようにそこは気をつけて撮ってください。なんかね、すげえ都会っぽく写っていいですね。岩手田舎なんですけどね、撮り方次第ですね。もう環境光最高ですね。もうこれ編集しないでそのまま取って出しで全然。やっぱり岩手銀行赤レンガ有名な写真スポットなんですけど、やっぱりすごくいいですね。めっちゃレトロな感じ。もう写真撮る人とかレトロな好きな人はめちゃくちゃ燃えるスポットだと思います。はい、では撮影終了です。で、今撮った写真大体こんな感じですね。ほとんど縦構図になっちゃったんですけど、まあ横でも悪くないし、まあ撮り方工夫しないとなかなか難しい場所ではあるので、ちょっとしたねイルミネーションとかあるし、灯籠も元うまく多分使える人いると思うんですけど、そっちも使えばもっといい写真になると思います。あとはあそこの、まあ見づらいと思うんですけど赤レンガですね、あの赤レンガも写した方がもっとなんか都会チックっていうかおしゃれな写真になるかなと思います。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。